こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、10月後半から11月の初旬にかけて噂に上がりましたサッカー界の話題についてお話をしていこうかなと思っております。ここ最近になると、チャンピオンズリーググループステージが終わったりとか、日本代表のね、ワールドカップカタール大会のメンバーが発表されたりとか、そういった本当に大きなね話題もあったりはしたんですけれども、今回は選手と監督についてお話をしていきますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速ね始めていきます。まずはですね、マンチェスターシティに所属しておりますイルカイ・ギュンドアンのバイエルミュンヘンへの移籍の話題についてです。彼は現在マンチェスターシティに所属しておりますが、契約は2023年の6月までとなってます。直近の話題だとね、私の心のクラブであるバイエルミュンヘンがギュンドアンの獲得に乗り出すのではないかという報道が出始めました。このことに関して、どれぐらい信憑性があるのか、どれぐらい可能性があるのかっていうのは分からないんですけれども、少なからずね、獲得候補のリストには載ったのかなと。特にやっぱりドイツ人はですね、いずれはこうバイエルンでプレーみたいなことを、望む人も結構いたりするので、そのあたりでね、ギュンドアンも、現在32歳かな、なんですけれども、ブンデスリーガに戻ってきて、ドルトムントに変えるっていうこともありえるんだけれどもね、その中で、ライバルであるバイエルンミュンヘンに移籍するのではないかと。ただ、彼はですね、32歳とは言ってもまだまだ全然バリバリできるし、能力も高いと、ボックス付近での決定力も高いっていう選手なので、バイエルン以外にも、パリ・サンジェルマンだったりとかユベントスとかね、そういったクラブが、獲得に乗り出す可能性も非常に高いと。ただやっぱり2023年6月までと契約ってなってると、シティが契約延長のオファーを出す可能性もありますし、年俸の部分とかね、その折り合いの部分とか、シティもまた新たな選手を取りに行くとかになったらね、ギュンドアンを出すっていうこともありえるのかもしれないけれども、ペップもね本当に大事に使ってるし、常に使っているわけではないんだけどね。とは言ってもやっぱりギュンドアンがいる以内ではね、シティのパフォーマンスもやっぱり少なからず絶対変わっていくわけなのでね、シティが残留を望む可能性もあるんですけど、こういった話題が出ましたと。でまずバイエルに関してはですけれども、ギュンドアン確かに、ボランチの位置で使ったらいいだろうなっていうところはあるんだけど、バイエルン結構今中盤にも人いるんで、あまり無理して取りに行く必要はないかなと。それこそ多分ナーゲルスマンにとって優先順位が高いのはギュンドアンよりもライマーなので、多分基本的にはないかなと。だから多分ギュンドアンサイドからの、そういった報道がね、出させたというか、代理人だったりとか、彼の、身の回りにいるような方々からの発信で出たのかなっていうところもあるのと、バイエルもね一時期はやっぱギュンドアン狙ってた時とかもありましたけども、やっぱり今そこまでねベテランに対してお金を使ったりするようなクラブじゃもともとバイエルはないので、今取りに行くかって言われたらね、分からないっていうところもあるんだけど、でもライマーが多分優先順位は高いのでどうなのかなと。でパリに関しては確かにありえるんだけど、パリもね中盤人材いっぱいいるんですよ。ファビアン・ルイスいて、カルロス・ソレールいて、ビティーニャがいて、ベラッティがいて、ダニーロ・ペレイラいてみたいな。で若手のエメリもいるでしょ。ってなったらもう基本的にはわざわざ取りに行く必要はないんで、パリもないかなと。ユベントスはどうかって考えたら、多分ね、一部の報道によるとユベントスがですねちょっと刷新をするのではないかなと、選手の入れ替えをね、行うのではないかっていうところを、発表というかね、そういった報道が出てたんですよ。でどれぐらい入れ替えをするのかわからないんだけれども、現時点で4選手ぐらいはもう放出されるんじゃないかなっていう報道が出てます。でそのうちの一人と言われているのがラビオなんですけど、今直近試合とか見ててもラビオとか結構いいパフォーマンスしてるんで出さない方がいいだろうって僕的には思うんだけども、アレグリがどう考えてるのかもわからないし、そのニュース自体がどれぐらい信憑性があるものなのかはわからないけれども、でももし、ラビオが出ていって、例えばマッケニーとかね、そういった選手が、対談するっていうことになったら、そこにギュンドアンが来るってなると、それはそれで確かにいいなと。ただギュンドアンも一人でどうこうできるタイプの選手ではないので、うまくチームとして形を作ってあげないと彼の才能も潰れてしまうというかね、埋もれてしまうような可能性もあるので、
まあ、アレグリの采配力にもよるんだけどね、やっぱりペップの下でやってきてる選手なんで、その辺やっぱり今まで指導されてるところとは全然違うっていうところを感じたりすると、やっぱりね不満も出てきたりする可能性だってあるわけですから、まあ、アレグリがどれだけできるかっていうところかな。はい。まあ、ただ一番直近で話題に上がってたのは、まあ、バイエルンかなっていう感じですかね。はい。で、次なんですけれども、ルカクの話題なんですけれども、今現時点ではチェルシーが、まあ、保有元になってて、まあ、インテルにレンタルというか、まあ、ローンでね、まあ、移籍しているっていう感じなんだけど、まあ、もう1シーズン、まあ、ローン移籍するんじゃないかという報道が出てます。まあ、チェルシーに戻ったら戻ったで、まあ、ポッターがまたうまく使えそうな気はするんだけど、もしかしたらもうルカク自体がもうイングランドプレミアリーグでもうプレーすることはあまり望んでいないのかもしれないので、まあ、そうなってくるともう自分が一番活躍したミラノの地でもう常にプレーするっていうことを選ぶかもしれない。だからこそ、まあ、もう1年ローンして、まあ、活躍によってはまたインテルに買い取ってもらうみたいなことかもしれないんでね。はい。まあ、プレミアリーグで彼が見れなくなるのも寂しいですけど、まあ、でもねイタリアで活躍して、まあ、選手が笑顔になってる方がいいですからね。はい。まあ、そうなるのかなっていう感じですね。はい。で次がカンテですね。カンテがですね契約延長なかなかしない状況になってまして、まあ、カンテ自身がもしかしたらもう新たなチャレンジにもう舵を切ってる可能性もあると。でその中で話題に上がったのがバルセロナっていうことで、なんかバルセロナが、まあ、ブスケツとかもしかしたら出すんじゃないみたいな報道が出てるんですよ。でそのあたりに、まあ、カンテを置いてみたいなことなのかもしれないけれども、まあ、カンテは確かにスーパーです。素晴らしい選手なんですよ。本当にいろんなことできる選手なんだけれども、ブスケツも本当に真の天才なので、ブスケツを出してカンテを取るってなると確かに、まあ、そのインパクトもあるし、まあ、全く別のチームにはなるとは思うけれども、ただブスケツがやってた仕事をカンテができるわけではないので、もちろんカンテができる仕事をブスケツができるわけではないので、まあ、その辺ちゃんと折り合いつけた中でシャビが本当に欲しいって言うんだったら取ってあげるのもいいかなと思うけれども、ただシャビの獲得に関しては、まあ、チャンピオンズリーグでの結果も含めてやっぱり采配力も含めてやっぱり疑問が残るような形に今なってるんで、まあ、シャビだけを信頼して獲得するのは結構リスキーかなと。あとはまあバルセロナ以外のチームもね、まあ、カンテレベルの選手にあったら取りに行く可能性はあるんで、まあ、別のチームに移籍するとなったら、まあ、スペイン方面なのかまたはフランスなのかブンデスなのかちょっとわからないけど、まあ、イタリアかもしれないけれども、まあでもまずは怪我を治してからっていう感じですかね。はい。で、次がデパイですね。メンフィスなんですけど今ちょっと怪我してるのかな。で多分今ベンチ外とかでね試合を見ているシーンがよく、撮られてますけどカメラとかでね、やっぱり彼はねワントップそして左とクオリティ高くプレーできる選手なので、まあ、バルセロナに残っていたとしてもねある程度出場機会は得られると思うんだけれども、やっぱりワントップの位置にはもうレバンドスキっていう、まあ、超人的なフォワードがいて、で左にはまあデンベレ使われたりとかねアンスパティ使われるっていうことになると、やっぱデパイの出番が相当減ると。でその中でやっぱりユベントスだったりとか、まあ、マンチェスターユナイテッドだったりチェルシーだったりとか、やっぱり彼の才能を高く買ってるようなチームとかはやっぱり獲得に乗り出す可能性は高いと、まあ、冬の移籍市場で取るのかは正直わからないんだけれども、でもこの状態のまま生まれるのは正直言ってもったいないレベルの選手なので、やっぱりプレー時間を与えてあげられるようなチームに行くべきかなと。はい。あとはやっぱシャビの元でプレーしててもそこまで変わらないと思うんで、はい、まあ、僕だったら移籍するかな。はい。で次エンドリックというね、パルメイラスでプレーしている選手が、レアルマドリードがまた獲得するのではないかなと。マドリードといったらね、まあ、ビニシウスもそうだしロドリゴもそうですけれども、やっぱりこうブラジルのね本当に有望な若手のウィンガーって呼ばれるような選手をね早い段階から狙いに行く可能性が本当に、まあ、ここで過去の、ね、数年を振り返っても多いので、まあ、取りに行くことは基本的には可能性は高いかなと。でやっぱりレアルマドリードっていうクラブからオファーが来たらね、そら選手は嬉しいでしょうから、まあ、移籍金がどれだけかかるのかわからないけれども、比較的ね、まあ、金額を抑えた中で、まあ、取りに行くだろうと。ただ、間違いなく言えるのは、トップチームでいきなりデビューできるわけではないので、まあ、カスティージャなのか、そのあたりからまずスタートさせて、そこでのパフォーマンスを見てっていう感じじゃないですかね。だから、ビニシウス、ロドリゴが、
まあ、歩んできた道と同じような形で、まあ、成長していけばっていう感じだとは思います、はい、ただまあ彼がどんな選手なのかっていうのは申し訳ないです、本当に見れてないですし、まあ、ブラジルのリーグの見方が僕わからないので、まあ、基本的にはわからないんだけれども、まあ、来てね映像を見れるようになったらまたお話をしたいなと思います、はい。で、次がですね旗手選手ですね、移籍先だったりとかそういった候補についてはまだあまり出てないんだけれども、チャンピオンズリーグでのパフォーマンスが非常に評価されておりまして、ヨーロッパ各国の、まあ、大きなクラブを含め、中堅含め非常にこう注目を浴びていると、まあ、当然だと思いますね、セルティックでのプレーだったりとかチャンピオンズリーグでのプレーだったりとか、まあ、本当にもろもろ結構見させてもらってますけど、やっぱりクオリティ、それはねボールを持っただけじゃなくてボールを持ってないところの判断っていうところも含めて、まあ、トータル的に本当に非常に能力が高いと、本当にこうスキルというかねセンスの部分もあるんだけれども、一つ一つちゃんとこう味方の状況とかねチームの状況っていうのを考えた中でポジション取りできる選手なので、ね、よく首も振ってますしね、本当に日本人に限らず、まあ、世界にとっても本当にねレベルの高い選手だと思うんだけれども、まあ、残念ながらワールドカップには選ばれなかったりしたので、ねまあ、その悔しい気持ちっていうのを、まあ、ビッグクラブだったりとか、まあ、大きなクラブに移籍するような形で本当にね、森保さんに示してあげてほしいなと、はい、もう僕は本当にね大好きな選手だし、日本人の中でも本当にもう稀な選手だと僕は思ってるんで、頑張ってもらえたらなと思います、はい。で次がですねオリビエ・ジルーですね、ミランとの契約を延長するのではないかと言われています、ラファエル・レオンもね同じく契約延長のオファーをされているということで、まあ当然ですよね、まあ、ミランでのプレーだったりとかね、本当に結果っていうのを含めても当然やっぱりミランからするとこの2枚を放出することは本当に大きな痛手になってしまうので、まあ、早い段階から契約延長のオファーを示すことで、まあ、選手に対しての信頼だったりとか、まあ、姿勢っていうのをクラブだったりとか監督だったり、まあ、いろんなところからしっかりと示すと、でやっぱりそれだけこう早めにオファーを出してくれると選手からしてもね、あこのチームはこの監督は自分のことをそれだけ信頼してくれてると、やっぱりこう渋って渋ってギリギリにねオファー出してくるのももちろん嬉しいけども、でもやっぱり選手からしたらねもう早い段階からオファーしてくれた方がやっぱこのクラブのためにっていうこともね思いますからね、当然ねどんなタイミングで契約延長したとしてもまあクラブのために頑張ってはくれるんだけどね、でもやっぱりその選手の気持ちというかねその辺を考えると早めにオファー出すのもね、まあ、大事だと思うし、もちろんクラブがね運営していく中でお金っていうのは本当に大事なので、まあ、そう簡単にオファー出せないという気持ちもね、まあ、分かるんだけれども、まあ、でもジルーだったりラファエル・レオンは当然契約延長してしかるべき活躍をしているかなと、はい。で次が、シュポモティングですね、バイエルミュンヘンがね契約延長のオファーだったりとかは、まあ、なかなか渋っていると、まあ、いう中で、まあ、結果はまあ出しているっていう状況なんです。で内容等を含めてもねシュポがいる以内で結構変わってるんですよ今、なので私はねバイエルのサポーターなので、まあ、単年契約でのオファーを早めに出してほしいなっていうのは個人的に、まあ、思ってはいるんだけれどもなかなか動かないと。でその中で、まあ、マンチェスターユナイテッドね、まあ、僕のもう一つの好きなクラブだけれどもがシュポモティング狙いに行くんじゃないかとかね、まあ、オファーが、ね、出すんじゃないかみたいなね、まあ、噂とかは出てるんですけれども、ユナイテッドに来たからとていきなりバイエルン時代と同じように数字を残せるかって言われたら多分無理です。やっぱりバイエルンの今の完成度のクオリティとユナイテッドのクオリティではまた差があるし、もろもろの質のところでまた差はあると。なのでこう数年経った後にチームとしての崩しの形とかいろんなものを再現性高くできるようになったマンチェスターユナイテッドだったらシュポがもし来たとしてもいいかなって思えるけれども、シュポが今こうユナイテッドに行ってまあ、得することといったらやっぱ金額面だったりとかになってくると思うんで、まあ私は両チームのサポーターなので、まあ、はっきりものを言いますとシュポは出ていくべきじゃないし、まずはバイエルンに残るべきかなと。もちろん彼自身がどこかでプレーしたいって思うんだったらそれはね、彼のキャリアなんで僕はもうどうこう言うつもりはないですけれども、ユナイテッドに行ったとしても今と同じような形には多分ならないので、まあ、もちろんね来てくれたら嬉しいんですよユナイテッドサポーターの気持ちとしてはね。でもやっぱりマンチェスターユナイテッドはまだまだ、チームとしてまだ未完成、本当に最近作り出したばっかりみたいな状況なんでね、
年齢を重ねた尻尾が、まあ、長くプレーできるわけではないのでね、はい、だから尻尾にはまあできるだけバイエルンに残ってほしいかなっていう感じですかね、はい、で次、まあ、ラストなんですけれどもロペテギですね、セビジャを、まあ、退任解任されまして、まあ、その後ねフリーだったんですけれども何やらウルブスが、監督のオファーとして出すんじゃないかなと。でまあ、ウルブスに来るとなると、まあ、ジエゴ・コスタがいたりとかね、まあ、ポルトガル籍の選手が多かったりとか、まあ、質も高いしチームとしてのクオリティも高いんだけれどもロペテギが、ね、問題なんですよね。個人的に、まあ、スペイン代表を率いたりとかレアル・マドリード率いたりとかセビジャ率いたりとか、まあ、経歴が見事で、まあ、とにかく、まあ、すごいっていうことは間違いないんだろうけども采配とか修正とか運ぶための形とかはやっぱりうまくはないので、こう自分のこう理念というか願望は持つんだけどもその願望を叶えるための過程はそこまで作れないんだなっていうタイプの監督なんでやっぱりポゼッションとかマドリー時代もまあボール持つことを好んでイスコめっちゃ使ったじゃないですか。でもやっぱり結果出なかった。内容とか見ててもやっぱり伴ってないものが多かった。だからマドリーの質でも結局難しかったっていうことを考えるとやっぱりねいろんなところにやっぱり細かくディティールこだわって作っていかなければならないのでそこにこだわれるかこだわれないかで変わるかなと。だから一時的にロペテギにするのは別にいいけれども長期政権にはならないだろうなっていうのがね思いますね。だからウルブスがどの監督を呼ぶのかっていうのはわからないけれども、まあ、あれだけの戦力を持ってるんだったら、まあ、僕だったらですけれどもロペテギにオファーするんだったらアモリムにオファーを出しますけどね、まあ、コーセイソンとかね、はい、ということで、まあ、以上になるんですけれども本当にまあ2022年の、まあ、10月後半から11月の本当初めぐらいまでに、まあ、噂に上がった話題を中心に、まあ、お話はさせていただいたんですけれども当然ね扱ってない話題とかもあるし、まあ、これから先ね話題に上がってくる話題とかも当然いっぱい出てくる噂がね、でもやっぱりその噂っていうのはその一瞬出て一瞬で過ぎ去っていくものなのでやっぱりサッカーを普段から取り扱っているものとして、まあ、できるだけねそういった話題をたくさん取り上げて、まあ、皆さんと、まあ、そういった情報を共有しながら、まあ、サッカーを毎日毎日楽しんでいけたらなとも思ってるんでねこれからも、まあ、そういった形でのラジオも多くなってくるかと思いますが、ぜひねまた聞きに来ていただけたらなと思います。でここ最近ですね、まあ、コメントをいただきましてやっぱりこういった、まあ、時事ネタをね、まあ、取り扱うことが僕も多いのでそういったことをね、まあ、お話しするときに、まあ、その日付というかね、どういった期間に話されているものなのかっていうのをね、まあ、ぜひ話してみたらどうですかっていうね本当にこう親切に優しい、視聴者の方からコメントいただきまして本当に僕も考えていたことなんですけどやっぱりそういった形でコメントしていただいたことであやっぱりそうなんだなっていうことをやっぱ感じ取れたので、まあ、ちょっと今回もね、まあ、先ほどちょっと日付のところちょろちょろっと言いましたけれどもまあ、できるだけちょっと話すようにしていきたいなと思うので、まあ、たまにちょっと記憶が飛んでね話すの忘れたなとかあるのもいずれ出てくるかもしれないですけど、まあ、その時は本当すいません、まあ、申し訳ないです、はい、でもとにかくねできるだけやっていきながら、まあ、皆さんとねたくさんこうサッカーの情報を共有していきながら、自分自身もねサッカーを楽しんでいけたらなと思ってるんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。